フランシス・ジャムは、フランスの女上詩人、小説家、劇作家。素朴な、優しい言葉で、山の、生物、少女、信仰などを歌った。死のデュアニエル・ソーと称された。スペインと接する、オートイコール・ピレネー県のトゥルネに生まれた。1876年、父が、ピレネー・アトランティック県サンパレの陶器所修繕役に任命されたため、同地に越した。 父が転勤を重ね、フランシスは、ポー、ついで、ボルドーのリセに入ったが、散策や採集を好んで、学業には身を入れなかった。1888年、大学入学資格試験に失敗し、文学への傾斜を深めた。同年父が没し、母と姉と、フランス南西端ピレネーアトランティック県のオルテズに移った。不祖代々の地であった。 翌年交渉人事務所に勤めて辞め、試作に打ち込み、1891年の6つのソネットを皮切りに刺繍を出し、それらがステファヌ・マラルメア、アンドレジットに認められた。1895年、ジットがジャムの死、ある日をメルキュールド・フランスに発表。初めてパリに遊びはしたが、オルテズを好み、そのサニア、鳥獣、草花、 そして少女らを愛し続けた。1896年、ジッド夫妻の北アフリカ旅行に合流した。1897年、文芸史上に、自らの文学姿勢のマニフェスト、ジャミスム宣言を載せた。初期の詩の朴突な歌いぶりは、精神だてらいだと方変が割れたが、力強さを加えた1898年の、明けの鐘から、夕べの鐘まで、 世評が定まった。1900年、ポール・クローデルを知り、カトリックの信仰を固め、1905年、聖地ルルドへの巡礼に、クローデルと連れ立った。この前後、少女に恋しては、破れ、また、クララ・デレブーズ、アルマイド・デトルモン、ポム・ダニスなど、少女ものを書いた。1907年、カトリックの女性、ジュヌビエーブ・ゲドルプと結婚した。 1912年、オルテーズ教区の三次会員となり、1914年の第一次世界大戦回戦の時は、オルテーズの野戦病院を管理した。1921年、バスピレネー県のアスパランへ移った。1922年、レジオンドヌール勲章の授与を辞退した。1917年に、作家の全作品に対して贈られる。 アカデミー・フランセーズ文学大賞を受賞した。アカデミー・フランセーズ会員には何度か立候補したが、選出されなかった。その後も活発な文筆活動をしたが、1938年、アスパラウンの自宅で没した。村の墓地に小さな十字架が建てられた。没後法約は1925年より観行印で、審判、改判を記載。 ありがとうございます。